ルイス・デラ・フエンテの13という数字への愛着は、スペインを4度目のユーロ制覇に導いたプロセスと同じく苦しみから生まれた。サッカーというきらびやかな世界とはかけ離れたところで育んできた個性を引っさげ、批判者を黙らせ、会議派を納得させた。ォと、ユーロに出場した名士たちの妻、恋人、パートナーら、ワックスを一挙紹介。1981年3月8日、 舞台はバレンシアのルイス・カサノバ、現メスタージャ。デラ・フエンテはアスレティック・ビルバオの左ウィング、アルボテが負傷したとき、アウェーチームのベンチに座っていた。後にスペインの U21 代表とフル代表を率いたイニャキサエス、デラ・フエンテと同じだ、は、本職が左 SB のデラ・フエンテにチャンスを与えることを決めた。背番号13が登場したのは、後半13分のことだった。 これがデラフエンテにとってラリーが一部デビュー戦だった。不慣れなポジションで、13並びと不吉な予感しかなかった。しかし彼は違った。最終的に一部で13シーズンプレイし、アスレティックでラリーがを二度、コパデルレーとスーペルコパをそれぞれ一度ずつ獲得した。それからもプライベートも含めて13にまつわるポジティブな出来事が続き、13は縁起のいい数字になった。 デラフエンテがこのように他の人間なら疑わしい解釈をするようなことであっても、自分にとってはどんな意味があるのかを見極める能力に長けている。ベルリンオリンピックスタジアムで栄光の瞬間を迎えることができた原動力の一つだ。タイトルを手にした後、デラフエンテはメディアにやり返すことはしなかった。今の私なら簡単にできることだ。でもそれは自分の弱さを見せるだけで、 私はするつもりはない。過去のコメントをチェックしたい者がいれば、アーカイブを調べればいい。セビージャ時代に闘牛の愛好家となり、熱烈なカトリック教徒にしてフリオ・イグレシアス、スペインの往年の人気歌手、のファンでもある。シュツットガルトでドイツを延長戦の末に2対1で破り、準決勝進出を決めた後、真夜中過ぎにホテルに到着すると、自分の部屋で休もうとした。しかし、 代表団の一団がバーに集まっていることを知らされた。彼は開花に振り、カラオケを歌った。もちろんフリオ・イグレシアスの歌だ。報道陣の前では、時折堅苦しい印象を与えるが、素顔のデラ・フエンテは人懐っこく、距離感が縮まると大笑いすることもある。彼はまた、人前で話すスキルにおいても進歩を遂げた。ユーロでも記者会見の数をこなすにつれ、 心理学者のハビエル・ロペス・バジェホの監視のもと、落ち着きを取り戻していった。デラ・フエンテが最善の決断を下し、後悔する頻度ができるだけ少なくなるように、感情をコントロールさせることが私の仕事だとバジェホは自らの役割を説明する。